ナンシー・ジェイ・カリーは技術者、アメリカ陸軍の軍人、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。カリーは1958年12月29日にデラウェア州ウィルミントンで生まれたが、オハイオ州トロイを故郷と考えている。1977年にトロイ高校を卒業し、1980年にコロンバスのオハイオ州立大学で生命科学の学士号を取得した。 1985年には南カリフォルニア大学で安全工学の修士号。1997年にはヒューストン大学で工業工学の博士号を取得した。カリーは22年以上アメリカ陸軍に従軍している。1987年の NASA 配属以前にはヘリコプターのパイロットとしての訓練を受け、US Army Aviation Center の教官を務めていた。また班長や 小隊長等のいくつかの指導的な役割についたり、協力での戦闘の標準化を行ったりした。彼女はマスターアーミーアビエーターとして様々な機種のヘリコプターや固定翼機で3900時間以上の飛行を行っている。カリーは C-11 エースペースシャトル訓練機の 飛行シミュレーションの技術者として1987年9月に NASA のジョンソン宇宙センターに配属された。1990年からは宇宙飛行士としてロボットのハードウェアやスペースシャトルや国際宇宙ステーションの開発手順の検討に携わった。4度のスペースシャトルのミッションに参加し1000時間以上を宇宙で過ごした。彼女はミッションスペシャリストまたは フライトエンジニアとして、1993年の STS-53、1995年の STS-70、1998年に行われた最初の国際宇宙ステーション組み立てミッションである STS-88、2002年の STS-109 に参加した。ありがとうございます。